オーストラリアのフリーマントルを出港する CSV スカンディシンガポール潜水作業支援船は潜水作業の水上基地として用いられる船である。商用の潜水作業支援船は北海やメキシコ湾の海上で石油プラットフォームや関連設備の周辺で潜水作業を行う必要性が出てきた1960年代から1970年代にかけて登場した。 それまでの潜水作業は、可動式の石油掘作プラットフォームやパイプ付設船、クレーン橋家などから実施されていた。潜水関連装備はモジュラー化されていて、パッケージとしてクレーンで船に積み込み積み下ろされる傾向があった。永久的な石油、ガス生産プラットフォームが登場するにつれて、これらの生産設備が稼働した後に潜水作業を引き続き実施する可能性は低いことから、 所有者や運営者は、プラットフォームの貴重なデッキスペースを潜水関連設備のために先きたがらなくなった。解決方法は、潜水関連装備を船に搭載することであった。当初は、海上油田への補給船や漁船が用いられる傾向にあったが、しかし特に気象条件の不安定な状況でこうした種類の船を配置し続けることは、潜水作業を危険で問題のあるものとし、 また作業を実施できる季節を限定することにもなった。さらに、海底での作業は、通常重い設備を上げ下げする作業を含んでいるが、こうした船の多くは、この種の作業のための設備を備えていなかった。専用の商用潜水作業支援船が出現したのは、こうした時であった。こうした船は全く位置から新造されるか、あるいはパイプの輸送船や、 他の種類の船から大規模改造して用意された。潜水産業支援船の重要な装備としては以下のようなものがある。自動繊維補助装置ディファレンシャル GPS やトートワイヤ装置、ラダスキャンなどの位置測定システムからの入力をもとに、下コンピュータ制御で多方向スラスターを使って船の位置を潜水産業地点に保つ。他のセンサーが海のうねりや潮石、 風などに対応する。飽和潜水システム深さ差50メートル以下の潜水作業では、水圧による窒素中毒を避けるためにヘリウムと酸素の混合物であるヘリオックスが必要とされる。深い場所で長時間の潜水作業を行うためには、飽和潜水が望ましい手段である。船上に飽和装置が設置される。船底に設けられたムーンプールを通じて潜水球が 放和装置から作業地点までダイバーを輸送する。水面近くの水流に対処するために潜水球を支持するカーソルという構造物も用いられる。遠隔操作無人探査機や重量物の引き上げ設備など多くの放和潜水支援設備が船に搭載されている。1980年代で最も成功した潜水作業支援船といえるのがコメックスホールダーダイビングが運用した。 アンクル・ジョンであった。10年にわたって水面下でのパイプ接続やその他の保守作業を北海北部のブレント油田を創業するロイヤルダッチシェルの関連で行ってきた。アンクル・ジョンは反潜水式プラットフォームとして設計され、16人用飽和潜水装置と独立したムーンプールを持つ2つの潜水球と2つのクレーンがあり、 また特に厳しい気象環境下で活動する能力を持っていた。反潜水式の設計は高圧接合のために大変有用で、広大なデッキスペースを75トン溶接設備や直径36インチ、厚さ1.5インチの鉄パイプを取り扱う能力のあるパイプ取り回し設備の運搬と操作に利用することができた。ブレント油田での典型的な作業深度は140。 メートルであった。しかしながら1983年にはアンクル・ジョンとその作業員はノルウェーのオナリムズ・フィオルドでのディープフィオルドダイビングプログラムでは直径36インチの高圧接合を300メートルの深さで行うことに成功している。北海で21世紀初頭を現在用いられている船の大半は1980年代に建造されたアンクル・ジョンや それに類似した反潜水式の船は維持するのが高くつきすぎ、また油田間を移動するのがあまりに遅いということが分かった。このため、それ以降の設計のほとんどは、モノハルで一つか二つの潜水球を備えている。1980年代以降の進歩はわずかである。しかしながら2004年以降の高い原油価格により、北海における海中開発の市場は、 非常に成長してきている。これにより潜水産業支援船が不足してきており、価格上昇につながっている。このため契約者は2008年に市場に投入される、見込みの多くの新造船を発注している。ありがとうございます。